ようこそ孔子様のご友人、ファデュイでのご活躍をお祈りしておりますよ。私たちは凡人であり、氷の女工ではありません。凡人の考えは氷の下にある水、ずっと固く鋭いわけがありません。失礼しました。本題に戻らせていただきます。約束は果たしたと孔子様から伝言を預かっております。約束を果たした？あ、人を探してくるって話か？はい、状況を打破できる人を探すと孔子様は約束しました。ファデュイの執行官は約束を違えません。じゃあどこに行けば会えるんだ？孔子様は瑠璃邸にいます。おお、瑠璃邸か。聞いたことがあるぞ。リーウェイの料理にはリー祭とユエ祭の2つの祭典があって、数百年も対立してきてるんだ。で、リー祭の代表が瑠璃邸なんだ。オーナーはわざと碑文の丘に店を構えて、ユエ祭を代表する新月剣と正面対決してるって話だぜ。そう言わずに、とにかく美味しいものがあるぞ。早く行こうぜ。だね。約束は果たしたよ。君たちを助けられる人、眼神の戦隊が七星によって隠されたという難題を解決してくれる人を見つけた。で、そいつはどこにいるんだ？瑠璃邸にいるのか？ああ、ついてきて。接待を、いや、この国でいう食事会というおもてなしを用意した。ようこそいらっしゃいました。個室をご用意いたしました。勝利様がお待ちしております。紹介するよ。こちらは家業人で王城堂の角形勝利先生だ。うん、リーウェイで王城堂のような仕事はどうしても家業人との商売を避けられないからね。俺たちファデュイはこういう影の下を歩くお友達と付き合うのが好きなんだよ。影の下を歩く。はじめまして。お前たちがモンドで活躍した噂を耳にしたことがある。家業人、影、人を王女。あ、まさか王女堂っていうのは。そうだ、お前の想像通りだ。ふい、王女堂とは葬儀業者で、人々を安心して極楽浄土へと送り出すためにある。まさか勝利先生が殺し屋かと思ったのかな。
ファデュイのお友達の中には確かに殺し屋はたくさんいるけど、往生堂は違うよ。少なくとも表向きはね。一応家業人だからね、詳細は言えない。とにかく君たちに紹介した理由は、俺ならお前たちに岩王帝君の戦隊に合わせられる。なんだって？驚くことはないよ。天竺炎行幸の企みのせいで岩神の戦隊は隠されてしまったけど、まあまずは勝利先生の話を聞こう。岩王帝君は仙人たちの祖だが、仙人の一人だ。リーユへ数千年の歴史を見ていくと、仙人が去っていく傾向は紛れもない事実としてある。なぜなら時代が変わったからだ。絶雲の間を訪れた時、そういう変化をお前たちも感じただろう。見ての通り、仙人の時代は遠ざかりつつあり、人の時代こそが徐々に現実となりつつあるんだ。昔、仙人が去ると盛大な儀式が執り行われていた。それがリーユへの伝統だ。しかし今回の件については、七星までもがその伝統をないがしろにしている。見て。そうだよ、真犯人もまだ捕まってない。神殺し事件、それについて往生堂は気になどしていない。往生堂が気にしているのは、仙人を迎える迎仙儀式が盛大に行われている反面、去った仙人を送る送仙儀式が放置されている。旅人よ、孔子殿からお前のことを聞いた。お前は風神の友人なのだろう。俺と共に岩神を送る儀式の準備をしてくれないか。賢明な判断だ。天竺炎行幸、彼女は帝君の戦隊を見ることを禁じた。無事七神を訪ねたいのなら、君にはこの方法しか残ってない。その通りだ。操船儀式に参加することだけが岩神の体に合うことのできる唯一の機会だろう。ああ、納得したのなら俺についてこい。詳細は歩きながら話そう。よし、これで俺の橋渡しとしての役目は終わった。どう？なかなかの結果だろう。さあ、行くなら早くした方がいい。俺のことは気にしないで。ここで崇拝いただいて、ついでに箸の使い方でも練習してるから。旅人、神が去った城をその身で感じた後、リーユエという神のいる地を訪れ、お前はどう感じた？ああ、神のいる地には3700年の歴史がある。これは七国の中でも最も古い。操船儀式を準備する過程もお前の旅の一部となり、お前の見聞を広めることになるだろう。リーユエは七国で最も繁栄している国であり、神の鎮座や七星の統治がある。それゆえファデュイの外交手段の多くはリーユエでは通用しない。七星の一人である行幸は常にファデュイを警戒している。おそらくそれこそ孔子が往生堂の力を借りた理由かもしれないな。操船儀式は孔子にとって何のメリットがあるんだ？それは知らないし、知りたくもない。俺にとってファデュイは
あくまで資金援助をするだけの存在だ。俺の望みはリーウェの伝統が人々に忘れられないことにある。これは講師が提供してくれた最初の資金だ。使い切ったら彼に報告してまた資金をもらうといい。さあ行こう。儀式の準備の第一歩は神に釣り合う最高品質のヨドマリ石を見つけ出すことだ。海水溝へようこそ。天然石で運試ししてみませんか？安くて面白い。その上、人儲けできるかもしれませんよ。天然石？いらないよ。オイラたちは、なんて石だっけ？ヨドマリ石。品質は少なくとも、食傷級のものが必要だ。食傷級のヨドマリ石、観光客ではなかったのですね。失礼しました。すぐにお持ちいたします。こちらはいかがですか？海水溝は老舗ですからね。この品質をご覧ください。まさに岩王帝君の贈り物ですぞ。安心してお選びください。このヨドマリ石、三つとも確かに綺麗だ。貴重なものに間違いないだろうな。でも、どう選べばいいんだ？適当に選んで帰るか？うん？俺が決めるのか。いいだろう。俺が決めてよいのなら、答えは簡単だ。お、答えは？全部もらうぞ。ありがとうございます。さすがお客様、お目が高い。待て待て、店主、今のなし。もう少し話し合うから。おい、儀式に必要なのは一つだけだろ。全部買ったらモラを3倍無駄にするじゃないか。モラ？確かに。その問題は考えてなかった。俺のミスだ。はあ？買い物するならモラのことを考えるよな。何事もモラを考えなければならないなら、何事もモラに縛られることになる。あ？モラは生まれながらに貨幣だが、貨幣は生まれながらにモラではない。これがお金持ちの世界か。経済学のことはわかるのに、お金を節約することはわからないんだな。動揺することはない。たとえモラに縛られても、制限された状況で問題を解決する方法はある。ヨドマリ石品質の鑑定は確かに厄介だ。鉱石の品質に関わらず、その状態や色つや内部の模様に大した差は生まれないからな。ヨドマリ石は器具によって成形された後に、その品質の良し悪しが分かってくる。後になって店主に文句をつけても、お客さんの使った器具が良くなかった、火のコントロールが悪かったなどの理由でごまかされるのがよくある手だ。危なかった。こういうのに騙されやすいんだよな。しかし、正しい鑑定方法はちゃんとある。
知識があれば目利きは可能だ。人の指を持って月を指し、持って惑い者に示すに、惑い者は指を見て月を見ず。どういう意味だ？指で月を指すと、賢い人は月を指していることを理解するが、そうでない人は指を見て月を見ないという意味だ。模様、外面、これらは指だ。ヨドマリ石は夜間の照明に使用される奇跡で、輝度の大事さこそが月となる。上質なヨドマリ石は炎元素と相性がいい。すなわち高温の環境下で強く光り、青い鉱石こそが品質の良いものだ。値千金に匹敵する玉石界隈の秘密をお前たちに教えたんだ。あとは実践してみろ。値千金、この先使う機会がなさそうなのが残念だ。天守、戻ってきたぞ。少し焼いてみたいから石を貸してくれ。焼く？いけませんよ、お客さん。焼かれたら売り物になりません。それなら、まあいいでしょう。お客さんの言う通りにします。こうしましょう。3つの石から少しサンプルを削ってお渡しします。今日あったのも何かの縁ですから、それくらいは負けておきますよ。安心してくれ。商売のルールは分かっている。いい功績だと分かったなら損させるようなことはしない。ではこちらがサンプルです。彫刻刀で削りました。番号もつけてあります。薄すぎだろ。紙より薄い、いや虫の羽よりも薄いぞ。ほぼ透明じゃないか。どうもどうも。この石たちはみんなお宝ですから、優しくしてあげませんと。万が一削りすぎたらこちらが大損してしまいますからね。でもこんなに薄いと火で焼いたらすぐ灰になっちゃわないか。商人から利益を奪うことは、空腹の狼に食ったばかりの肉を吐き出せと言ってるのと同じことだ。仕方がない。しかし条件さえ整えば、この白片でも十分問題ないだろう。どんな条件だ？炎で温度を上げながら水元素の力で石を守る。そうすればサンプルが一瞬で灰になることはない。おや、お客さん、そういった知識もお持ちとは助かります。先入観を交えずに論じただけだ。それに必ず買うという約束もせず、こちらはサンプルを要求している。これは実に不公平だ。リーユへの契約は公平こそが基本だからな。じゃあ、あとは実験できる場所を探さないと。万民堂か？そうだな、シャンリンがいないうちに。いや、あそこは人が多く、万が一元素反応が暴走したら民衆に害を及ぼしかねない。そういったリスクは極力負いたくないな。あ、思い出した、モンドで見たんだ。ダダウパの谷のハウロー族のヒルチャールがすごく大きな鍋を持ってたぞ。丈夫そうだったから、あれなら元素反応に耐えられるはずだ。サンプルを持って早速行ってみようぜ。
風の国に足を運ぶのは久しぶりだ。モンドの友人はリーユエに来るたびにダンディライオン種を持ってきてくれた。ボッカの城の名手はスメールの霊神蛇種よりもうまいと認めざるを得ない。あの鍋だ。あ、でもヒルチャールたちが使ってるみたいだな。申し訳ないけど割り込ませてもらうしかないよな。お帰りなさい。品物は取り置きしてありますよ。どれにいたします？そうそう、オイラもこれだと思った。かしこまりました。お気に召されたようで何よりです。ああ、3番のヨドマリ石を1箱もらうぞ。かしこまりました。ところで、単なる好奇心ですが、お客さんはどうしてこれほど上質なヨドマリ石を必要とされているんですか？なあ、
別に行っても支障はないから構わん。操船儀式の器具を作るためだ。操船、確かに噂は最近耳にしましたが、深く聞く勇気がなく信じておりませんでした。でもそれはつまり岩王帝君は本当に、信じられません。今の海水溝は昔と比べて少し衰えましたが、うちは代々岩王帝君の加護を受けてきたんです。言い伝えによると、200年前に岩王帝君が城南を巡った際、道に迷ったことがあったそうで、その時この海水溝の匙で料理を召し上がったとか。もう過去のことですが、はあ、岩王帝君を送る儀式に使うものでしたら、この淀まり石は半額で構いません。どう、いいのか。今まであんなにケチだったのに。岩王帝君の加護がなければ今の貿易の都はありませんでした。商人としてそれで儲けを得ようだなんて思えません。くー、天主、その気持ちきっと岩王帝君にも伝わるぞ。リーユエ七世とたゆまぬ努力を続ける商人たちの協力あれば、きっとリーユエは今まで通り繁栄し続けることができるだろう。ありがとうございます。どうしたものか、こんなに泣いてたら金運が逃げてしまいますね。選び終わったことだし、ヨドマリ石を持って。おい待て、半額にはなったけどただじゃないんだぞ。ああすまない、また支払いのことを忘れていた。どれ、うん、ない。何が？モラがない。恥ずかしながらまた手落ちがあった。どうする、結構な額だぞ。あ、そうだ、講師から資金をもらってたよな。よかった、足りるか店主に確認してもらおう。十分です、半額ならちょうどこれくらいになります。多少足りてませんが問題ありません。なあ、モラの件が解決したならそれでいい。ヨドマリ石を玉境台に持っていくぞ。あそこで儀式を行う予定だ。一モラも出してないくせによく言うよな。なあ、努力はする。今回の件は礼を言う。